ジェンネ。ジェンネは、マリ共和国モプティ州の都市で、モプティ市からは1 3 0トル、首都バマコからは5 7 4トルのところにある。ジェンネは遊牧民と定住民の橋渡しとなる都市で、あり、サハラ公益の要衝となっていた。商業的に結びついているトンブクトゥからは、川伝いに5 0 0トル離れており、この二つの都市はかつて、 双子の姉妹と称された。なお、ジェンネはで、水の精霊の意味である。2009年の人口は32,944人。1988年に、世界遺産登録された。2016年には、保護体制の不備のため危機遺産に登録された。登録基準はと。ジェンネは、バニガワ、ニジェール川の支流に浮かぶ88ヘクタールの島に、 建設された都市で、バニカ沿いの2 3トルの堤防の周辺に一致している。バマコとモプティをつなぐ幹線道路に出るには、渡し船を使う。ジェンネはサヘル型の気候に属しており、年間降水量は4 0 0、mm、トルから6 0 0、mm、トルである。現在の都市の周囲5トル圏内の考古学的調査の結果、この地方には、 紀元前三世紀以降に人が住んでいたことが明らかになっている。最も重要な遺跡は、かつてのジェンネの都市と推測されているや、カニャラ、トノンバなどである。現在のジェンネの都市は、ボゾ人によって、ジェンネイコールジェンの近郊に旧世紀末に建てられた。伝説では、少女タッパーマディネポが、都市の防衛と繁栄基盤のために、都市の城郭に生き埋めにされたという。 ジェンネは交易の要衝であり、ニジェール川及びその支流を通ってやってくる商人たちによって南北交易の結節点として繁栄していた。ガオやトンブクトといった北から来た商人たちは、サハラ砂漠を越えてやってきた宝飾品や岩塩を持参し、南方の森林地帯の商人が持ってきたコーラナッツ、黄金、象毛などと交換した。ジェンネはこの富によって周囲に城壁を巡らし、 マリ帝国や損害帝国といった覇権国家の地下にありながら自治を保った。1280年にコイ・コーオンボロ王がイスラームに改宗し、ジェンネに壮麗なモスクを建てた。この13世紀のうちにマリ帝国に併合された。1443年にはドゥアレグに、1470年には損害帝国に次々と征服された。 この損害帝国の統治時期が、ジェンネの最盛期とされる。1591年にはモロッコがジェンネを奪取したが、1670年には、領となった。1819年にはのフラニ属支配者に、1862年にはのに、征服された。そして、1893年には、ルイアシナール軍に屈し、フランス領スーダンに併合された。ジェンネの都市市は相次ぐ。 制服の歴史ではあったが、同時にその歴史を通じて、ブラックアフリカにおけるイスラーム拡張の中心地であり続けた。こうして統治者を次々と変えながらも、ジェンネの繁栄は続いており、1828年にこの地を訪れたフランスの探検家であるルネカイエも、その繁栄ぶりを記している。しかし、フランス領になると、 ニジェール川本流の利便性に着目したフランスは、ジェンネから 130km 下流のバニ川とニジェール川本流の合流地点に新たにモップティシを1905年に建設し、以後ジェンネは地域の中心都市の地位を失った。しかし現在でもなお公益拠点としては重要性を持っており、この地方では最も重要な市場が月曜日ごとに開催されている。また、 ジェンネの大モスクなどの文化遺産を求めて観光客も多く訪れるようになった。ジェンネの特徴的な建築物群は1988年にユネスコの世界遺産に登録された。もともとジェンネ市街という名称で1979年に申請が行われていたが新延期となり1987年に解消の上再申請が行われた。 伝統的な建造物群は泥でできており、壁には木の断片、テロンが組み込まれている。建築家、アブドゥレトゥレイの研究によって、ファサードは、父、母、子といった家族の様々な構成員を表現していることが明らかにされた。点の数は、この人数を表している。住居は一般に2階建てで、トゥクルーリ様式もしくは、モロッコ様式のファサードを備えている。 今日、世界遺産登録によって保護が義務付けられているにも、かかわらず、セメント製の住居が増え、古い街並みを変質させつつある。泥のモスクも参照のこと。ジェンネ旧市街の象徴といえる、泥の建造物が巨大な泥塗りのモスクである。1280年頃に、イスラームに改修したジェンネを、コアコアンボロが宮殿を壊し、 跡地になモスクを建てたのが起源である。1819年に、ジェンネがセク・アマドゥのマシナ帝国に屈した際、モスクは新しいものを建設するために取り壊されてしまった。その後、フランス植民地総督ウィリアム・メルロ・ポンティの要請を受け入れて、濃い高温ボロ王の壮麗なモスクを再現することを1906年10月に決定した。この再建工事は、 翌年10月1日に完成した。屋根が100本の柱で支えられている大モスクは、奥行き75メートル、高さ20メートルで、1000人の神徒を収容できる。表面の材質は、泥のため、町の住民で分担して毎年塗り直しが行われる。情勢の不安定さを理由に、危機にさらされている世界遺産、危機遺産リストに登録された、第40回世界遺産委員会。 2016年。ジェンネの市町村共同体は、ジェンネ市のほか、ベレイ、ディアボロ、ゴンナキューブイ、カマーラガ、キャラ、ニアーラ、ビリンガー、スーラ、シン、ジェンルダといった村を含んでいる。また、ジェンネのセルクルは、ダンデューグー・ファコラ、デリバイ、ジェネ、ファコラ、フィメイ、ケワ、マジアマ、ネマバディナイアコホー、ニアーンサンリー、オーロリー、ボンドリー、トグモーラリの、 各コミューンで構成されている。1987年以降、ジェンネ氏はビトレ、フランスと姉妹都市になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。